ジム今夜一ゃボラ、カッコ、トドを朝一釣りました。波打ち際でボラだと分かり、リールの裏側を緩めて、ワールドシャーラー曲げて楽しんでいったら、周りがざ,ざわつき始め、注目されました。水源が近づいてきたので、すぐに釣り上げて、すぐにリリース。その後、何が釣れましたかと聞かれて、ボラですと答えたら、ランカーシーバスですよね。トドですよ。嘘じゃないです。ね。 ボラの大きいいのをトドと言います、えー、出船用ですでからね、えー、大きくなりまして最後が、えー、トドというんですトドっていうのはどのくらいのことを言うかというとまあ通常7 0ンチ8 0ンチクラスのボラのことを言います、えー、僕が見た今までで一番でっかいボラは9 0ンチですこれはあの大昔俺が小学校の頃ですけどうちの親父がト戸ミで採りましたでかかったですね船の生けすの端から端までありました ね、えー、これを「とどのつまり」と言いますとどのつまりというのはあのボラの終わり最後が「とど」になるんで「とどのつまり」っていうところですねとど、えー、は通常は東京湾にしかいないと言われていましたえ僕、ーえー、俺が見たのはこの北利根川の下,です下流ですね「な、え、さ、ー、かうら」「外なさかうら」非常に難しい字を書きますねえ皆さん読めないんですよ 逆逆裏みたいなね。<laughs> はい。さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン。ライサロ YouTube バージョンの方でですね、そこから切り抜けたやってもらいます。オンラインサロンの方でロですね、本当に一人一人で、あんな気持こんなもんっていうのをですね、2回にお答えしてる、さあね、ていあ、まあ、フラグラムの場合にちょっと楽しみにしていなよだっただければな。ぜひご会、ご入会をよろしく。